初夏のの緑が香る森の都仙台へようこそお越ししくださいました東日本大震災の被災地に各国の閣僚をお迎えをして防災に関する国際会議を開催することは私たち日本人にとって特別の意味を持っています7月3日から2日間にわたり野田総理はじめ 我が国主導で開かれた世界防災閣僚会議参加した国はアジアやアフリカヨーロッパなどから63カ国と14の国際機関ですテーマは「世界の英知を被災地に被災地の教訓を世界に」この会議が大震災で得た知見や教訓を 国際社会と共有していく大きな端緒となることでありますこうした共有作業は私たち人類全体に対して負っている重大な責務でございますこの会議では経験の共有のみならず災害最小化などに向けて議論道路建設などあらゆる政策で防災の要素を考慮することや まずは高台にに逃げるるといった地域伝伝わる伝承の重要性も再確認されましたざまな知見や教訓を実際に社会の中で生かしていかなければなりません今回の会議で参加者は過去の災害の経験と教訓を国際公共財として防災教育のため共有していくことを呼びかけました そのほか国連がすでに掲げている開発目標に新たに防災の視点を取り入れていくことを確認日本は取り組みを主導していく決意を表明しました今回の仙台訪問中総理はとある工事現場を視察ここでは、 緑の絆再生プロジェクトとして、津波で流された海岸防災林を再生する作業を行っています。森土に使用されるのは、津波堆積物と言われる津波が運んできた海底のヘドロや土砂、コンクリートや瓦礫の破片といった震災で発生した災害廃棄物などです。今僕がトラック回りましたが。 あれがコンクリートの柄というまして、再生資材として、これも仙台産のためで全部、放射線量も測っていただきまして、安全だということをお気に付けいただいて、今、しています瓦礫処理自体はです、ね、宮城県もずいぶん今、進んできていると思いますけれども、まあ、こういう形で再生利用をしていくということの意義というのは、とても大きいと思います。 まだ始まったばかりの海岸防災林の再生作業今年度中に仙台市に50キロその後青森から千葉県まで約140キロにわたる防災林を作り上げていきます植栽が始まると、はい、復興の旋律が見えてきます、ね、そうですね少しでも早く緑にしていきたいといううに考えています、はい、大震災で得た災害の現代的な教訓を新たに 紡ぎ出しそれを未来へ向かって長く伝承し世界に向かって広く普及させていく各国から寄せられた支援や励ましに恩返しをする意味でも我が国はこれからも国際社会に貢献する道を模索してまいります。